はい、タイヤバームクルーヘンです、今イオン明石ショッピングセンターからですね、ちょっと姫路の方にちょっとこのまま向かいたいと思います。ちょっと出口がですねちょっと分かんなくなっちゃったんで、ちょっと出口の方行きます。150m で右方向です。信号を右です。
加古川ね、これ後で来ますからね。イオン加古川が、前に鎮座しております。イオン加古川ですね、前にいますけども、これはですね、ちょっとですね、食べ物屋さん今から行ってですね、2時半にちょっとですね入らないとちょっとあの食べられないので、ちょっと今これはスルーします。後でまた来ますんで、ご安心いただければと思います。後で必ず来ますんで。
から行くところはですね、あの YouTuber のヒカル氏がですね、日本一美味しいっていう風にですね言ってますですね、弁天屋さんですね。ちょっと今から向かっています。本当に美味しいのか実際にですねちょっと食べてみたいと思います。またね、やってないかもしれないですよね。結構不定期で休みだからやってない可能性があります。そしたら諦めてですね姫路城に突っ込みます。トライアルだ、トライアル。東京書店 DVD 本面白グッ
希望券
ここから900メートルの渋滞が発生しています。通過に10分ほどかかります。渋滞か。およそ300メートル先、上原田左方向です。こう切りますわ。姫路城で渋滞してんだこれ。姫路城で。まもなく上原田左方向。マジか。姫路城渋滞じゃん。ちょっとまた切ります。マジか。弁天がまた休みじゃん。マジか。駐車場渋滞じゃん。
Thank you.